ファン・エルペの肖像をトーマス・ファン・エルペ1584年9月11日1624年11月13日はオランダ人の東洋学者。ヨーロッパで正確なアラビア語文法書を表した最初の人物とされる。オランダのホルクム生まれ。1602年からライデン大学で学び、1608年に学位を受けた。ライデン大学ではスカリジェの強い影響を受けていたが、 この時点ではアラビア語は学んでいなかったという。その後、欧州各国の留学の旅に出た。最初に向かったイギリスでは、ウィリアム・ベッドウェルを訪ね、アラビア語を学んだ。その後フランスに向かい、パリでは中世交友を持った仮想本やエティエヌ・ユベールと出会い、またエジプト人、ヨゼフ・バルバトスやアンダルス出身のモロッコの外交官ハジャリーにアラビア語を学んだ。 また、約1年ロワールのソミュールアカデミーに滞在して、研究に没頭し、代表作となる、アラビア語文法の著作の大部分を完成させる。その後ミラノやベニス、ジュネーブ、バーゼル、ドイツを巡った。特にベニスへはトルコへの渡航を企ていたという。この遊学の間、トルコ語、ペルシア語、エチオピア語も習得している。1612年にオランダに帰国し、 仮想ボやアグローティウス、ダニエル・ハインシュースらの推挙によって、翌年2月に、ライデン大学のアラビア語院外教授として迎えられた。この年、彼のアラビア語文法の著作グロマティカ・アラビカが出版された。1618年に、アラビア語の聖教授に、1619年には、ヘブライ語及び、セム系諸語の聖教授にも任命された。 政府より公式の翻訳家に任命され、アジアやアフリカの小王国からの書簡の翻訳や、返信作成、大使との外交交渉の同席等を行っていた。彼の評判は、ヨーロッパ中に知れ渡り、方々より熱い申し出があったが、古国を離れのを嫌いすべて断っていたという。ハーグでの外交交渉の折に、ペストにかかり、1624年来電にて死去。晩年は、 クルアーンのラテン語訳中付け工程本を準備中で、東洋学図書館の構想のためにも取り組んでいた。論文や思考を含む彼の蔵書は、ケンブリッジ大学が使わしたジョージ・ビリヤーズに購入され、1632年に、同大学の図書館に移管された。グロマティカ・アラビカ・ディクタグ・ヤルーミア、アンド、ラベリアス・セントム・リージェンシアム、カム・ベルシオ・ネ・ラティーナ・アンド、コマンテリス。 ファイエルペの著書で印刷者としてもエルペニウスの名が確認できる。主な著作は以下、ニーブ・ナダーランドスク・バイアグラフィッシュ・ウデンバルク。2020年5月30日閲覧。バイグラフィッシュ・ウデンバルク。2020年5月30日閲覧。ありがとうございます。